はい、ということでどうも皆さんおはようございます、コープスパーティーブラッドカバーリピーティッドフィアの実況プレイパート35ですね、やってまいりましょう。前回ですね、あゆめちゃんでプレイしてたんですが、まさかのよしきくんがね、生存してたということで、まあ合流しまして、またね、二人でこう進めていくっていうような形になるんですが、前回ね、この2の A だったかな、ここは。の教室の、北の方はね、1の A か、調べたので、ちょっとこう南の方はね、今紙切れ見つけましたけども、ここから調べていきたいなと思います。これなんだろう。ボロボロのメモ書きが落ちています。一つ、分かったことがある。あ、ちょっと言い忘れてたんですけど、先日あのサウンドボードね、購入させていただきまして、今それを経由しての収録ということでやっておりますので、まあノイズ削減であるとかね、音質向上ってな感じでなってると思いますので、まあ今後ともね、よろしくお願いします。子供たちも被害者だ。憎むべきは彼らを殺害した者。この恨みの連鎖を作り出した存在だ。まあ犯人のことですよね。うん、まあ確かに。やられた側も被害者ですからね。ただその恨みがね、こう重なって、今のような状況を作り出してるっていうようなことになるのは、まあやっぱり根っことしてはね、その犯人がそういうようなことをしなければよかったっていう話ですもんね。で、どこに行けばいいんだっけ？はい、すいません。あの、初っ端からね、選った可能性があるので、ちょっと、切り直しました。赤い扉っていうのは、用務室かな？ねえ、後ろへ歌詰めでしょ。馬へ6、それから、鳥へ13。これをまあ時計に当てはめてやっていくってことですよね、多分。だから、ねえ、牛、虎、歌詰め、馬だから、あれ？埋まったら7時だよね。あ、寝から12じゃなかったっけ ?12、1、2、3、4、5、6。あ、いいのか。馬はこれ6時方向ですね。つまりは南に6歩。それから鳥が馬、南に6歩で鳥が、6だから羊で7、猿8、鳥9。あ、鳥これ9時の方向ですね。13。南へ6歩、西へ13歩ですね。赤い扉からか。ちょっとやってみるか。これメモんなくて僕の記憶力で大丈夫かな。南へ6歩、西へ13だけ覚えておけばいいか。ちょっとじゃあ赤い扉ね、用務室のことだと思うので、やっていきましょう。南へ6歩、西へ13ですね。ちょっと忘れないように、まず他のこと全部スルーでね、こちらを解決してしまいましょう。赤い扉。多分こちらの職員、あ、職員室、用務室のことを言ってると思うんですよ、これ。これをちょっとやってみましょう。南へ1、2、3、4。あれ？いけないな。それともこの穴って数えて、こうなのかな。で、13。あ、違うな、これいけない。あ、違う。赤い扉ってこれじゃないの？いやでも普通行けるように作ってあるはずですよね。あと赤い扉あったかな。赤い扉パッと思いつかない用務室ぐらいなんですけど、ここ行けないしね。あれ、あとどっかあったっけ。赤い扉、別館とか。別館に赤い扉あったっけ。てか別館行けんのかな。行けなくはないのか。玄関の危ないよな。まずいな。あれ、どこだっけ。あとだって理科室とかも開いてないよね。赤い扉、あれだな、西側の3階でもあれ赤かった記憶ないんだけどな。というか、なんか波動かなんかに押し戻されていけなかったと思うんですけど、どうだったかな。
ちょっとまず行ってみるか。ちょっとこれはやばいですね。ぐだる匂いがしてきましたけど。だって用務室ぐらいしか赤いとブラッドなくないか。他あったっけかね。パッと思いつくのはね、それぐらいしかないんですけど、まず行ってみよう。ヨシキ君が入ったことで、やっぱダメか。じゃあ別館かな。別館はちょっと記憶薄くなってるので、もしかしたら、あ、そういえばこれ赤い扉じゃねっていうのがね、あったかもしれないんですけど、あ、いけないもんね。なんか別館っぽいな、これ。別館行くか、じゃあ。ね、1の絵の教室も特に何もなかったというか、紙切れしかなかったので、多分別館でいいと思うんですけどね。あとあれなんですよ。別館には、今、ゆうかちゃんとね、きざみさんが一緒にいるという状態。あ、まあ、次元は違うので会えないとは思うんですけど。あ、またこれ入るのか。うん、赤い扉ってもっと具体的に教えてほしいな。間違ってないよね。ねえ、牛とらうたずみでしょ。だから、1、2、3、4、5、6、7。やっぱり、あれですよ、馬は6時方向でいいと思うんですけどね。なんだろうな。もう一回資料見に行った方が、見てくればよかったね、ゆい先生の部屋行ってね。いや、でも6と9でちょうど合ってるので、多分これでいいと思うんですよね。要は扉を見つければいいだけなんだけど、どこだっけかな。あ、これ一回見ました。いやー、どうしよう。とりあえず別館行ってみようか。行けば、あ、そういえばこれ赤い扉じゃんっていうのがね、あるかもしれないので、とりあえず別館に行ってみよう。こちらですね。あっちは空気が重たくて、耳鳴りがしちゃう。マジで言ってんの？別館なんかあんのか。気づかなかったな。マジかよ、エミちゃん。となると、用務室しかなくないですかね。どういうことやね。6歩だよね。西に13、その6歩の検査か、解決できれば、西に13は多分いけると思うんですよね。赤い扉からでしょ。こっからだったら下にちゃんと行けるんですよ。こっからやってみようか。1、2、3、4、5、6。あ、行けないのか。結局これぶつかっちゃうんだ。やばい。わからない。どうすればいいんだよ。ここだとして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。やっぱ違うか。やべえ、どういうことだ。お？よく見ると床板が割れ、床下の暗闇に何か袋のようなものが見えています。袋？なんか見つけちゃったんで、これやってみますか。ごそり。床下から血まみれの小さな、これ何袋と読むんだろう、麻袋かな、が出てきました。それには小学校の名札が付けられています。天神小学校 3-5 吉沢亮君ですね。何が入ってんだよ、見てくれよ。なんであゆみちゃんにあげさせんの。自分で見ないの、そこは。いやよ、なんで私が。篠間くんが見たの。ここでよしきくんまさかのビビっちゃうっていう。いやでもね、女の子に開けさせるのはいかがなもんでしょう。しかもあゆみちゃん今極限状態ですからね。なんかあったらもうワーキャー言うぜ。ちょっとサイレンうるさいな。気持ち悪いな。朝から骨折ったやつでもいいのか。気持ち悪いなということで上げてみましょう。うわ、何これ。何よ。見てみりゃいいだろ、自分で。いや、発狂モード入っちゃうって。あー、やばい。袋の中には切り取られた人間の舌が入っていました。あー、これあれですかね。
殺されてしまった子供たちのですかね。気持ち悪い。この名札、この小学校にいた男の子のよ。ほら、ナオミちゃん、ナオミちゃんだって、あゆみちゃんまた過換気症候群出ちったよ。きっとあの幽霊の名前篠崎どうするそれ、きついな。返してあげよう、この遺体の一部を。はあ、正気かよ。うわ、遺体の一部、男児のものですね。男の子、ブルーボーイのやつか、これ取りましたってことで。とりあえず、小さな麻袋に入った児童殺害事件被害者の遺体の一部、持ち主に返すことができるのだろうかってことなので、彼はね、保健室のベッドで座ってました。まあ最後には立ち上がってきたけども、特にね、何かしてくるとかそういうことではなかったので、まあ返しに行きましょうか。あの地味に文面変わってましたね、あの妹君のね、文面。まあただ変わってただけで、特に、変化であったり、変化じゃね、あの進展とかね、そういうのはないみたいですけど。え、びっくりした、床の裂け目が閉じて歩けるようになっています。であれば保健室行きましょうかね、とりあえず。ただセーブしてないので、保健室に入んないとセーブできないのか、ちょっとイベントになるかもしれないけど、まあなんとかなるかな。で東通路にやってまいりました。こちらですね、保健室。はい、彼いますので、ちょっとまず彼に話す前にセーブですね。学習しましたのでね。でなんですけれども、どこのデータ相手だかな、2か3とかですかね。あれ、あ、そうですね、2がこれサトシ君のままなので、こちらに上書きしちゃいましょう。よし、いや、サトシ君というか、ナオミちゃんが心配すぎるんだけどね、え、お一人で待機してるってことで、ちょっとじゃあやってみましょうかね。ただこれ目合わせちゃうとダメなので、横から話しかけましょう。目あったらやばいんだろう。あ、待てよ、これヨシキ君の状態で見ることでなんか変わったりとかないかな、エンディング。うん、だけど、遺体の一部差し出しても男児の霊はこちらを見ようとしません。この子にこれを返すには、これを見せるには、正面から視界に入れるか、手だけ出してさ、目閉じたりとかいろいろあるんじゃないの、そういうのはダメなんかな。いや無理だろう、目合わせてこいつに突き殺されたらどうすんだよ。それにお前震えてるじゃねえか。じゃあ俺がやろう。いい、ん、あ、どうしよう、一回ちょっとわざと目合わせてみましょうか。目が合っちまった。あれ？知ってるわよ、あなたの名前。遺体の一部を今差し出しますか。何これ、タイミングを選べってこと。まあそうですよね、なんかエンディング回収しようと思ったらこんな流れになったんで、出してみましょうか、とりあえず。はい、かわいそうだとは思う。
けど登場はしない。辛いからって他人を巻き込んでこんなところに閉じ込めて、大事な私の友達を殺したあなたたちを。まあ無理もないよね。私は絶対許さない。篠崎。けどこれはあなたのものだから返してあげる。遺体の一部を差し出しました。アフの部屋、奥の下、お姉ちゃんありがとう。地震？あ、なんだ？おっと？また地震か！畜生！しゃがんでても仕方がないか。ゆか、きっと助けに行くぞ。待っててくれ。とにかく、ナオミのところへ戻るか。いや、ちょっと怖いな。大丈夫かな、ナオミちゃん。ですね、物語進めていきたいところではあるんですけども、さっきの展開気になるので、ちょっといろいろ試してみたいなと思います。では、いいところまでカット。まあ、とりあえずあれですね、カットしてきたんですけど、ちゃんと受け取ってくれてよかったですよね。この子からありがとうを受け取った時、多少感動しましたよ。多少っていうのはあれだけども、あの言えるんやなっていうふうに思いましたね。でちょっとこれをいい絵にしてみましょうか。まだ出さないという。かわいそうだとは思う。一緒だね。辛いからって大事な私は。これで篠崎けど、あれ、あ、いい絵にしたいね僕。あれ、奥の間違った、お姉ちゃん。あ、一緒だ。あれ、どっちにしても展開一緒なのかな。まあそっか。であればじゃあ今回はここまでといたしましょうか。ちょっとね、すぐ進めていきたいところではあるんですけども、時間がね微妙なんですよね。ナオミちゃんのところにもう一刻も早く行ってあげたいんですが、まあ次回に持ち越しということでやってまいりましょう。今回のねパート35は、この辺で、切らせていただきます。また次回のねパート36、こちらの方でねお会いできれば嬉しいなと思いますのでね、ぜひ見てやってください。それではね、今回はここまでといたしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。次回のね、パートでお会いできる時まで、さよならしましょう。バイ。